はい、皆さんこんにちは、陣内俊です。今日もですね、お送りしていきます。今日は、陣内と聖書研究と、こちらのコーナーをお送りしていきます。ですね、タイトルが古代のメディアリテラシーとキリストの卓球っていう、タイトルでお送りします。というのがですね、この、シャープ68で、ご紹介したですね、10代からの情報リテラシー入門という本を、ご紹介したんですけれども、この話と非常にですね、親和性の高いというか関係のある話なので、ちょっとですね、聖書から語っていきたいと思います。で、この出エジプト記23章を読んだのは、今年のもう本当先週のことで、で、この10代からの情報リテラシー入門をご紹介する YouTube 動画を撮った次の日ぐらいにですね、この箇所を僕は読んで、まさにですね、これメディアリテラシーの話とすごくよく似てるなと、思ったのでですね、ちょっとご紹介したいと思っております。で、出エジプト記っていうものが、書かれたのは、紀元前、1600年とかって言われてるのかな、ですね、非常に、古代のことでございます。で、なので、文明もまだまだですね、未発達というかですね、そんな時代の、国家というかね、いわゆる近代国家の原型となるような国家とかっていうのが、まだあるかないかの、バビロン法典とかがある時代の、ことなんで、いや、そんな時代にじゃあメディアリテラシーと関係あることってあるのっていう、話なんですけど、実はあるんですよね。で、聖書を読むときにね、すごい大事なことは、聖書が書かれた時代にそれが何を意味したかをまず知る必要があるんですね。で、そこで終わっちゃダメで、だとしたならば、現代の社会においてそれは、いかなる意味を持つってことに解釈できるかっていうことを、この二つを、こう、橋を架けていく作業っていうのはすごい大事で、で、そこで、こう、尺義っていうんですけども、そこの、なんていうかな、その、文脈が違うということをまず考えなきゃいけない。で、その文脈、いわゆる現代と古代という、それが書かれた時代と、今、私たちが読んでいるこの時代が、じゃあ、違うんだよと。違うんだよということになると、それが意味していることももちろん違うことになるよねっていう話なんですね。とても代表的なところで言えば、聖書はですね、大筋において奴隷制というものを否定しているという箇所はないんです。なぜなら、古代社会において奴隷制っていうのは当たり前のことなんです。今の社会で会社員というものが、当たり前に存在するのと同じぐらい当たり前のことだったんです。ところがですね、だから、現代においても奴隷制は正しいんだっていう結論を導くとしたら、これは、解釈の誤りになります。なぜなら、当時の社会において聖書が本質的に何を言っているかというと、弱者に対する、庇護というかですね、神は常に弱者の側に立つんだよってことを聖書は、言っているんで、で、みなし事やもめの面倒を見なさいと。で、人権、基本的に人権ですね、弱い人たちの権利を奪っちゃいけないとかっていうのがあるんで、なので、それを現代に適用するならば、奴隷制を否定するっていう方が多分聖書のメッセージとしては正しいし、実際に歴史を見てもそうなってきました。このようにですね、聖書というのは当時それが何を意味したか、それを知り、そして現代それが今何を意味するのか、これを知るという順番で、私たちはですね、聖書を読んでいくという、こういうですね、技術ということが、とても大事になってきます。で、この古代のメディアリテラシーとキリストの卓球っていう、僕がですね、タイトルをつけた、先週のですね、デボーションから説明していきます。出エジプト記の23章の2節にこういう箇所があるんですね。多数に従って悪の側に立ってはならない。訴訟において多数に従って道からそれ、ねじ曲げた証言をしてはならないと。はい。で、この箇所っていうのはね、すごくですね、人間の本質に関わることで、どういうことかっていうと、モーセがですね、10回っていうのを、神から授かりますよね。で、その後に、戒律が続くんですよ。これはユダヤ教でいうところのトーラーとかになってくるんですけれども、これはですね、今の言葉で言うと民法と刑法なんですね。で、この民法と刑法を、そのモーセがですね、民に、語って聞かせるんですよ。その、一節がこういう箇所で、で、これって訴訟のことなんですよね。で、その時に多数に従って悪の側に立ってはならないってありますよね。で、多数に従ってってことは、人間って常に、ですね、大勢の意見に影響されるものなんですよ。
で、まあ、すごく代表的なところで言うと、その戦前戦中の日本というのはですね、大勢の意見がですね、その戦争を支持すると鬼畜米英だと、それをその国家が国家として決めたんですね。で、新聞もそれを足並み揃って報道しますよね。で、そうするとですね、日本独特の村社会ルールによって、いや、この戦争ちょっとまずいんじゃないのとか、この戦争負けるんじゃないのとか、そういうことって、公に言えなくなってくるんですね。で、そういうことを言うとですね、村の中で村八分にされたりとかですね、実際ほんと憲兵という人に捕まったりしてですね、世論が一方にガーコーンって行く時があるんですよ。で、この現象っていうのは実は、じゃあ今どうなってるかっていうと、今もあります。だけど今はもっと過酷な形であるんだよということが、昨日のですね、僕がそのメディアリテラシーのところでも語った、サイバー環境という要素が加わってくると、これがさらに過酷になるんですね。僕のメモを読んでいきますと、こうあります。この箇所はサイバー環境で世論が一方的に、一方に雪崩式に動くサイバーカスケード現象を表現しているかのようだ。21世紀の現状は人間の本質に基づくものなので、古代社会でもその警鐘があらかじめ鳴らされていたと。サイバーカスケード現象っていうのはですね、まあ、カスケードっていうのはですね、地崩れとかね、そういう意味なんですよね。で、サイバーカスケード現象っていうね、言葉はですね、皆さんも聞いたことが、まあ、初めてかもしれませんけれども、ご説明すると、サイバー環境というのはですね、いわゆる、紙のメディアとか、あるいは他の、その他の、言説空間ってありますよね。活字とかですね、テレビとかですね、いろんなメディアがある中でもサイバー環境、つまりインターネット上っていうのは世論がですね、一気に、なだれ式に、なんだろう、一方にガーンって、なんだろう、触れる、その触れるスピードが速く、そして触れ方が極端だっていうことが、研究されつつあるんですよ。で、それ皆さんもね、多分感覚的に分かっていただけると思うんですけれども、例えばね、なんだったかな、まあまあ、昨今の、なんだろうな、吉本のニュースなんかで言うと、世論ってね、すげえ触れてるんですよ。例えば、ヤフーコメントとか見ていただくとわかるんですけれども、ネット上の世論ってすごい無責任にバンバン触れるんですよね。最初は、その宮迫が本当に悪いっていう風にバンって触れるんですよね。で、今度宮迫が、会見をすると、吉本が悪いってバンって触れるんですね。で、また今度はなんかその、潮目が変わって違う方に触れたりとかして、本当に無責任に右から左に、また極端から極端に触れるんですよ。この人が悪いってなるとこの人だけを叩く。いや、この人は悪くないんだって言うとこの人だけを擁護する、意見一色になるっていうですね、すごいね、なんか極論から極論に、世論が動、もう地滑り的に動いてしまうよと。で、そういう現象というのをうまく利用したのが、イギリスの EU 脱退、であり、またトランプ現象だったわけなんですけれども、古代社会でもですね、ネットがなくてもやはり人間は多数になびきやすいんだと、だとすると、その裁判の時に多数の人が、こいつは悪いって言った時に、いや、この人はちょっと証拠不十分なんじゃないのみたいなことって言いづらくなるじゃないですか。で、それをあらかじめ聖書は分かってるから、そういうことしちゃダメですよという規定がちゃんとあるんですよね。で、この23章の一節にはこういう箇所があるんですね。偽りの噂を口にしてはならない。悪者と組んで悪意のある証人となってはならないってあるんです。で、皆さん、前回の動画で私はですね、フェイクニュースっていう言葉を使いましたね。で、ポスト真実の時代と今言われるんですけれども、これってまさに、フェイクニュースとその拡散者という形で、これってか、加速してるんですよね。まあ、出エジプト記の時代には、偽りの噂って呼ばれてたものがあったんですね。これ、それやっちゃいけないよって書いてあるんだからあったわけですよ。それは何かというと、まあ、あいつはなんか悪いことしたらしいよとか、あいつはなんか浮気したらしいよとか、それ根拠のないですね、噂が。で、噂話というのは、前回の動画でも説明したように、マーク・トウェインがですね、嘘、真実が地球、真実が靴を履いている間に嘘は地球を反襲するってマーク・トウェインが言ったんですね。ってことは、その根も葉もない噂話って、それが根も葉もない噂話であればあるほど拡散力があるんですよ。それはですね、ネット上のデマを見てればよくわかるんですよ。で、
続けていきますと、面白いのは世論がなだれ式に動く現象とフェイクニュース、この組み合わせでその十数世紀後に十字架にかかられたのがイエス・キリストである点だと。二つの現象がですね、この出エジプト記、23章で説明されているわけですね。一つはサイバーカスケード現象に現れるような、まあ、世論が一方にバーンってなびいてしまうっていう現象があります。もう一個がフェイクニュース、嘘の噂っていうのがあります。実はですね、イエス・キリストが、十字架にかけられたっていう時に、この二つの組み合わせによって十字架にかけられたんですよ。なぜなら、イエス・キリストは裁判にかけられて有罪になって、十字架にかけられましたが、でもその裁判の根拠となる、その罪状、これはですね、この人は自分が、3日で復活できると言ったであったりとか、民衆をあらぬ方向に扇動してローマに反対するように、人々を説いたとかですね。これ嘘の噂なんですね。これフェイクニュースです。はい。そして、ピラトはですね、この人は最終的にですね、裁判の後にピラトがですね、そのユダヤ人の暴徒がもう押し寄せてるんですね。ピラトというローマの総督のもとにですね。で、その時に、ピラトはですね、ちょっとこの人を十字架にかけちゃうとやばいんじゃないのっていうのを、身内の人から言われてたんで、なのでちょっとやべえなと思って、でなんかちょっとこれってまずい案件のような気がすると思ったから、ちょっと私から見るとその死刑に当たるほどの罪はないと思うよって言ったら、民衆がねうわーって、もう暴動が起こりそうになって、殺せー、そしてあのバラバを釈放せよと。でバラバっていうのは元から死刑囚になる人だったんだけど、この人を代わりに釈放してキリストを代わりに十字架につけろっていうね、そのデモがね、デモ隊がですね、そのシュプレヒコールのようなものをですねやってですね、でピラトはその勢いでこれでその無罪にするって言ったら、もう俺やべえなと思って、で自分の身を守るために彼は手を洗うんですよ。まずでこれを私は今もう手洗ったから、このキリストを殺すという十字架につけるということにおいて私はもう関係ない、あなたたちがそうしたんですよっつったら、そしたらユダヤ人たちの暴徒たちはそれでいいっつったんです、俺たちが殺すんだっつったんですよ。でこの熱狂というのはまさに世論のなだれ式現象であり、現代の世界のサイバーカスケード現象ですね。ネット上である人をもう吊るせとかですね、その住所を晒せとか言うじゃないですか。あれってまさにですね、キリストを十字架にかけろと言った暴徒たちと同じ行動なんですよね。続けて読んでいきます。ピラトの下で行われた不当な裁判とその裁判をねじ曲げた世論の高まりは、まさにこの二つの戒律に反する形でイエスを十字架に至らしめたと。で現代のサイバー社会で私たちが情報リテラシーを学まず、フェイクニュースの拡散者となり、なだれ式に世論に巻き取られるなら、私たちは主イエスを十字架につけるのと同じことに身を任せていることになる。情報リテラシーを簡単に考えてはいけない。それを軽視するのは人間の精神に関わるし、古代から神の戒めに背くことなのだと。前回の動画で僕は情報リテラシーって大事だよっていう話をしました。それはですね、単に、フェイクニュースの拡散者にならないようにとか、ネットでいじめに遭わないようにとかですね、あるいは効率よく情報を収集できるようにとか、そういうなんかライフハック的なこととか、自分の人生を有利に進めていくためにそういうことを学んでおいた方がいいねとか、そういったレベルを超えてるんですね。実はですね、これって軽く考えちゃダメで、もしこの情報リテラシーっていうのを私たちがですね、ちゃんと自分の、なりに体得して、そしてフェイクニュースの拡散者にならないように、また大勢に流されて、罪のない人を糾弾する、群れに加わらないようにですね、僕らは自覚的に気をつけておかないとですね、イエス様を十字架につけた人たちと同じような過ちを現代の社会で犯してしまうほど、この情報リテラシーというのは致命的に重要なんで、結構軽く考えない方がいいんじゃないかなと私は思いました。というわけで、今日もですね、聖書から語ってきましたけれども、そんなことで、今日はですね終わりにしたいと思います。それではですね、次回の動画あるいは音源でお会いしましょう。さよなら。